はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです、アメリカの学校生活、新学期は準備が大変です。それでは、西荻フレンドリースクールじゃなかった、UNC 日本語教師の荒滝ゆき先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、フレンドリースクールのチャンネルでは定期的にね、アメリカの様子だったり、海外の教育についてもね、荒滝先生にお話しいただいております。はい、今日のテーマは、アメリカの、学校生活ということで、新学期のお話です。はい、ね、日本でもやっぱり新学期前だともう直前になって、あらこんなものが必要だったとか言って急いでスーパー走ったりとかたまにあるみたいですけど、それ以上にアメリカは大変っていう。そうですね、はい、特に、はい、アメリカ生活に慣れてるうちは構わないと思うんですけれども、本当に来たばっかりで、これだけの文房具品を揃えて歩くっていうのはすごい大変だと思うんですけども、はい、各学校で指定されてる場合と、各学年でこういうものっていうリストを出してるところと、各先生が出してくれるところと、まあ、3つのパターンがあるので、まずそれがどうなってるのかっていうことを把握して。で必ずその学校先生もしくはで、リストが出てるので、そのリストを入手して、で皆さん文房具屋さんに走ってそれを探すんですね。あー、なるほど。はい、日本の場合だと教科書とかはもう初めから学校が用意しちゃって新学期になると机にボーンって積んであったりするんですけど、どうなんですか？教科書は、学校から与えられるものではないので、はい、教科書はありません。あるのはだから、鉛筆とか色鉛筆の指定、マーカーの指定とか、それからあとはランドセルもないわけですから、そのブックバッグというナップザックという日本の言い方ではナップザックみたいなものの大きさの指定があったりとか、ガラガラ下にレールがついてるのはやめてくださいなんていう学校もありますし、いろいろあるので、それに従って準備をするんですね。で準備も個人で使う仕様のものの文房具と、それからこんなものが教室にあったらいいなっていうので、もしご寄付をいただければっていうことでこんなものを買ってきてくださいっていう、例えばみんなが使えるものですね、ティッシュペーパーとかクリネックスのティッシュペーパーとか、あと今、コロナの時期だと手を拭くものとかアルコール消毒用とか、あとそうですね、みんなが使えるなんかゲームとか、なんかそういうものがあったら、こういうのはウィッシュリストっていうんですけれども、先生はこんなものが欲しいな、できればご寄付をお願いしますっていうものと2つに分かれているので、そこがなんか日本人の人にとってはこのウィッシュリストっていうのが何なのか分からなくて、これも買い揃えなきゃいけないのかなって、そうですね、はい、っていうので新学期はやっぱりいろいろ大変です。いや、ウィッシュリストっていいですね。はい、日本にないですもんね。僕中学の時に教室がすごい寒かったんですけど、担任の先生が自腹でやっぱり暖房器具買って持ってきてくれてましたね。だからは大変だろうなとか、今は思いますけどね。で基本教科書はありませんので、学校に置いてあるものですね、それを使い回しにしていて、なので学校から借りてこともできるんですけど、これがあなたの算数の教科書ですよみたいな感じで使って、終わったらまた返すみたいな感じで、日本みたいなああいう感じではないですね。じゃあもう大事に使わないと取られちゃいますね。みんなやっぱりその新学期前日とかになってから買い揃えようとすると大変なことになってるし、あと売り切れてるものもあるので、それなので学校関係に関係ない人たちはもうその時期は近寄らない。そうです、はい、もうすごい混んでるし、向こうも文具の専門店みたいなのあるんです？それとも大きいサイズ？文具の専門店あるので、はい、そこで買うことができますね。ちょっと意外な話でそれも鉛筆持ってこいとか、そういうのは小学校ぐらいで、中学高校になるとバインダー、全部の教科書バインダーに挟むので、バインダーのサイズの指定とか、あとそうですね、バインダーの中にどういうようなそのディバイダーっていう、その分けてするフォルダーをどういうふうに分けるかとか、なんかそういう感じではありますけど、やっぱり大変なのは低学年ですね。低学年の指定がものすごく大変だと思います。自分で管理できないことも多いし、そうですね、鉛筆とかいろんな指定がありますけど、さすが高校生はそんなことはない。なるほどね。ちょっと話若干それますけど、日本の場合って生徒が落とし物とかすると、教室内に落とし物ボックスみたいなのがあるんですよ。向こうの場合ってどうなってるんですか？向こうも一応ロステンファンドっていうのがあるんですけども、そうですね、ありますけど、まああんまりみんな取りに来なかったりとかして、で学年が1学年が終わると、その、忘れ物がどっかにこう、洋服とか全部こう、吊るされてて、落とし物をチェックしてくださいなんていうのはありますね。なるほどね。ありがとうございました。こんなところですかね。はい、ということで今日はね、アメリカの新学期についてお話してもらいました。ありがとうございました。失礼します。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て・幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号は 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育などいろいろなテーマでお話をしてまいります。ね、今日みたいに久しぶりだったんですけれども、海外でね、アメリカだったりとか他の国とかでのその教育事情だったりとか子供に関連することもね、時折取り上げていきますのでね、まあ受験とかされている方、まあ箸休み的にお楽しみいただければと思います。ぜひね、感想ともいただけたら嬉しいです。ということで、引き続きね、いろいろとお話ししてまいりますので、よろしければね、チャンネル登録や高評価もいただければと思います。はい、ということで、本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。